お疲れ様です。工藤です。今回の動画は最近いただいた品っていうのを開封したり見ていくっていう、いつも以上に緩い企画になっております。なので、ラジオ感覚で、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。はい、というわけでね、いただいたものっていうのが、その最近サードチャンネルっていうのを立ち上げまして、インマイルームが。で、そちらの方がありがたいことにチャンネル登録者数が1000人超えまして、であと4000時間、365日の、総再生数時間が4000時間を超えたら収益化ということなので、あともう少しでいけるんじゃないかなと思いつつ、1000人まず達成したことをおめでとうみたいな感じで、知り合いって言ったらちょっとあれなんですけど、お名前出すんですけどの方とか、あと昨日ですね、これをね、収録しているのが2月の11日の日曜日なんですけれど、2月の10日に、劇団小林ライタのペンギンのルービックキューブっていうのが公演がありまして、本当作品なんですけれど、だし、あと劇団小林ライタっていうとちょっと厳密には違うというか、ミセさんのソロプロジェクトですね、はい、そちらの方の公演がございまして、で、遠くからだったり、同じ県内でもあれど、わざわざね、足を運んでライブまで来てくださった方が、さらに贈り物というか、差し入れって大体言うんですけど、そういったものをくださったりとかしたので、そちらの方を見て、こうにおとしていこうかなと思っております。はい、じゃあ順番に開けていきましょうかね。はい、ですね、まず最近ね、テレビマンさんとセリさんって言ったらわかるかな、もうインマイルームによく出てくださっているお二人なんですけど、まずこっちがね、セリさんがねくれたね、ポール&ジョーのマスキングテープですね。ちょっと近く寄せようか。はい、こんな感じで水性ペンで描けるマスキングテープということで、と思いながら、こういう柄なんかね、3つぐらい持ってきてくれてて、で、自分用に買ったけどどれか1個選んでいいよって言ってくれて、で、じゃあこれって選ばせてもらった柄ですね。めっちゃ可愛い。開けてみてないんですけど、ちょっと開けてみましょうかね。ここがね、なかなかね、難しいんですよね。表面はちょっとね、後で貼りたいなと思うので一旦置いときますね。結構しっかりと、はい、よいしょ、一旦ね、外野にね、行ってくださいな。こんな感じですね。見えるかな？ポール&ジョーってね、ちっちゃく書かれてるんですけど、花がね、あしらわれたマスキングテープですね。外してみると、あれ？これどこが境界線だい？あるあるかな？マスキングテープ。あ、当たった。よいしょ。剥がしてみると、ああ、なるほど。水性で描けるっていうから、こう空白の部分をちょっと置いといて、で、何かしらメモとかに使ってもいいよっていう感じなのかもしれないですね。かわいい。よいしょ。今使わないのでちょっと戻します。せいやっていうのをいただきました。で、こちらはですね、テレビマンさんが、くださったロルバーンとピタンのコラボの商品ですね。私が緑好きっていうのをご存知なので、よいしょ、はい、こんな感じでね、蛍光色の何グリーンかな、イエローグリーンみたいな感じちょっとね、黄みがかったグリーンをねくださいました。ありがてえ。よいしょ。ちょっとね、あ、ここか。こう引っ張ったらいいのかな。よい。あ、え、嘘、下手くそか。下手くそか。え、え、あ、取れた。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よいのよい。取れた。取れた。はい。こちらと、あとこのピタンですね。これらが、コラボっていうか一緒に入っている品で、で、これがね、普通のピタンと多分カラーリングが違うのかな。このロルバーンの色に合わせたのだったり、あとここに書いてるロゴがロルバーンって書いてるんですよ。こんな感じでロルバーンっていう文字が書かれてますね。
で、ピタンの紹介っていうのはインマイルームのメインの、金曜日だったかな、金曜日の Vlog 枠でちょっと紹介させていただいたんですけど、こんな感じでね、よいしょ、まあ、他の方もねレビューされてるから大体お分かりかと思うんですけど、あれプラスチックがない、ちょっと待ってね、当たった、このプラスチックの部分っていうか、このパーツをこう半分にして、で一番下かな、一番下のここになんかね 0.3mm から1mm ぐらいの厚さ対応って書いてた気がするんですよ。でこんな感じで、よいしょ、あ、そう、こういうことが起こる。ここまあつけるところは好きな部分、こんな感じでいいかな、ここら辺にこうやってこのプラスチックの上にかます、かますんだけど、これがねちょっとね力いりますかね、よいしょ、刺し、え、店さん結構軽々って言ってなかったっけ、え、こんなに力いるの、ねえ、こんなに力いるの、あ、いや違う、私ちょっと待って、厚紙じゃなかった、確か、そう、黄色い紙、これだこれだこれだ、そう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 、ね、こっちか、このプラの方ですね、失礼しました、はい、厚紙ちょっと無茶でしたね、はい、でここに、よいしょ、いやそれでも硬い、ちょっと硬い、あ、いたいた、はい、装着して、でこう閉じたら干渉せずかな、干渉せず、でなおかつくっつくっていう感じですね、ピタン。だけどこちらはですね、まあロールバーンだけじゃなくって、もちろんいろんなサイズのノートとかつけてこう持ち運ぶっていうのができると思うんですけど、返信がね、0.5 と試してないけど 0.4 の同じ規格のやつがこのペンに入るのかなと思って、で今私愛用しているペンが 0.3 とか 0.28 なんですよね、外用ではあくまで、家の中だったら別に何でもいいんですけど、外用で持ち歩くペンっていうのはその細身のやつ使っているので、こちらはねちょっと家に置く用で、でなおかつメモとかに使いたいので、こっちじゃなくってこっち行けるんじゃないと思って、横的幅的に、で例えばねこうさっきのプラスチックのところにこうやって差し込んで、で真ん中らへんかな、真ん中らへんに差し込んで、でよいしょ、硬いよ、ちょっと硬いよ、これは慣れないとね硬いよ、そうね、ちょっとごめんなさいね、手こずってます、よいしょ、お行きなされ、お行きなされ、よいしょ、でちょっとずらせる、まあいいか、でこんな感じでもう横にしちゃって、でこうして、でこれだとまあ同じように干渉せずに挟めて、でロールバーンのよく使う方法のこうやってここにクリップをかませて、クリップちょっと取りましょうかね、こうつけておいて、でよいしょ、立てかけるっていうのをやってたら、こう家にねこうやって立てかけて置いておいたら、なんかそのノートはすぐ見つかってるっていうか、そこにあるって分かってるのにペンがどこ行ったってなったり、まあ、ちょっと遠かったりして、なんかもう書くのいいやみたいな、もう人間って本当怠けれたら怠けるじゃないですか、どんなにそのあと 1,2 歩歩いたところにあろうと、もう今目の前ないからいいやってなっちゃったりした時に、もうここにくっついてたら、これさえ見つけたらもうその場でシャシャッとメモできるので、そういう意味で外にね持っていくだけじゃなくって、家置きっていうの、特に私みたいなこうズボラな人間みたいな、そういった属性の人にとってはいいんじゃないかなと思って、なので家置き用でこちら活用させていただけたらと思ってます。台本書いたりとかしてね、こうしてもいいだろうし、はい、っていう感じでこちらテレビマンさんにいただきました、ありがとうございます、エリさん、テレビマンさん、よいしょ、でこれはこっちに置いとこうかな、
まあゴムもね、あゴムがそっかちょっと気になるな、ちょっと気になるのでちょっとだけね上にします微調整、えいけるよね、置いとくだけだしな、ちょっと待ってね、よいしょ、外してずらして、あーずれないか、ずれないか、あー君ごとはずれないか、うーん、何故なんでそんなことするの私、これぐらい、これぐらいで、これぐらいで、そうね、それぐらいだったら干渉しないね、きっと。オッケーオッケー、よいしょ、おお、そいそいそいほい、あーそっかそっか、ちょっと上すぎちゃうとこの厚紙の部分が引っかかっちゃうので、そこが嫌な人は嫌かも。もう常にあのこうやってね置いておきますっていう人だったらそんなに気にならないと思うんですけど、一回一回閉じちゃう人はこの出っ張り嫌かもしれない。でじゃないとねこうできないから、はい、っていう部分があるので、まあこれは好き好きですね。私はもうこのままにしておきますっていうのが最近のあのメモリアルのいただき物でした。で、次はですね、昨日の差し入れですね、いろいろいただいたんですけれど本当にありがとうございました。例えばあのこういったおやつあのこれはね袋見せたかったな、いやすごいね大きいね袋に入ってたんですよ、うまい棒がいっぱいで、みんなで分けたらね、みんなで分けてもこんなにもらいましたからね。あとこういった洋菓子、よいしょ見えるかな、こういった洋菓子とかね、まああの糖分大好きなんでね、また作業の時とかのお供にさせていただこうと思ってます。1個食べたけど美味しかった、わさびねちょっと苦手なんですけどね、ツンと爽やかなわさび味でも、わさび風味か、わさび風味でも美味しかった。あとはリッチ&スパイシー明太子パウダー使用とかね、カマンベールチーズ味とか美味しそうで、洋菓子の方はねちょっと楽しみすぎてまだ手つけてない絶対美味しい、はい、っていう感じでお菓子だったり、あとこれがね、こちらのさっきのうまい棒をくださった方が一緒にくれたんですけど、よいしょ、これがね岡山にお住まいのお方なんですけれど、多分備前焼きの箸びろこうです。見えるかな、ちょっと近づけましょうかね。すごくないですか、めっちゃ細かい、何か見て多分私イコール箸びろこうっていうイメージがついたのかなと思って、まあ私もちょっと思ったんですよ、箸びろこうっぽいよなって。でねここがね、そうあのピンなんですけど、ここがねちょっとねすごい細かすぎてバッグにつけようにもね怖いなと思っているので、まだちょっとしまっちゃってます。でもどっかに飾りたいですっていうものをいただきました。あと備前焼きも1個あるんですよ、こちらですね。いや最初ね目にした時何これと思ったんですけど、備前焼きの丸いもの、ちょっと待ってくださいね、紙がね入ってたんですよ、説明が。こう備前焼きの玉って書いてて、なんかね飲料水とかだったりコーヒーだったり、あとお酒やお米炊くときに一緒に入れてると、なんか飲料水の角が取れたりお米がふっくら炊き上がったりするみたいな、そういった効果がある玉らしいです。と思いながら、まあ、まだあの試してないのでちょっとわからないんですけど、ご飯炊くときにね使わせていただこうかなと思ってます。面白い品をありがとうございました。はい、お次はこちらですね。あのハンドメイドをされる方が来てくださって、であのこんな感じでね誰に渡すかっていうのをね書いて、でシーリングスタンプもね、私があの多分緑系が好きだからっていうので、こういった青みの強い緑を押してくれてますね。とても綺麗で、中がですね、よいしょ、こんな感じでねめっちゃ綺麗じゃないですか。そうあのレジンをね作っている作家さんで、であの多分これ見していいと思うんですけど、そうあのツイッターとかインスタグラムとか、あとベースとミンネでいろいろ活動されてるみたいなので、まあ、気になる方はここからスキャンしてみてください。できたかな、はいでこちらカメですね、
めっちゃ綺麗で、この亀のね鱗の部分もね、もうあの私レジンしたことないから分かんないけど絶対簡単じゃないじゃないですか。センスが問われるというかね、この鱗をね、甲羅をね表現している感じがとても綺麗で、はい、こういった差し入れもねいただきました。ありがとうございました。またこれもあの着々と溜まっているキーホルダー保管ルームのところに、保管ルームっていうか保管ゾーンに置いておきます。はい、お次ですね、ちょっとあの同じ方ではないんですけど、そうさっき言い忘れて、こちらはあの昨日ね打ち上げの会場になった小劇っていうところで、マスターっていうか大将って言った方がぴったりかな、まあ、大将が作ってくれたご飯めちゃくちゃ美味しかったんですけど、どれも特に手羽先まあその大将のお母様がねこういったなんかなんていうのかな、ヘアバンドではあると思うんですけど、こういったね品をね作るのが得意みたいで、であのめちゃくちゃ大量にあって無料でくれたんですよ、売ってもいいぐらいなのに。でこれがあのトラベラーズノートのパスポートサイズとかにねちょうどいい感じで、だったりあとレギュラーサイズにも合ってたかっていう感じで、あの手帳をねこう留めるのにもちょうどいいし、まあ私髪が長いのでヘアバンドとしても使えるしっていうので、めちゃくちゃ綺麗なのいただきました。はい、お次はこれらですね。あの以前店さんになんかだるま商品を送ろう、だるまのステッカーを送ろうみたいなちょっとことがありまして、でそれにちなんでなんかあだるまって思われたのか、あの私にもねだるまのお裾分けいただきました。だるまの赤ちゃんって書いてるこちらの日本酒ね限定品みたいです。はい、また冷やしていただこうかと思ってます。ありがとうございます。でちょっと割れたら危ないので、よいしょ外しておくんですけれど、はい、で文房具はこちらですね。この活版印刷がされている、おそらくメッセージカードかなって思うんですけど、なんか開けてみてくださいって言われたのでちょっと後ほどお開けします。でこちらはあのこんな感じで包んでて、でお手紙もね一緒に貼ってあったんですけど、はい、よいしょ。いやーこれね、そうあのいただいた時に見ていいですかって言って見させていただいて知ってたんですけど、いや何回見てもいいですね。広島限定ロルバーンか、はい、広島限定ロルバーンで、このねちょっとね近くで見てほしいんですけど、ゴールドのキラキラ感とリングもね文字に合わせてキラキラで、でグラデーションがねすごい綺麗、こう夕方からね夜にかけて日が沈むのを表現されているっていう、これがねもうなんかそう、あかりさんにも、あかりさんだけじゃない、私やあかりさんや店さんやあとテレビマンさんにも確かお渡ししてたと思うんですけど、それぞれにまああのイメージというかがあって、まあ、テレビマンさんと店さんが同じだったかな、で私とあかりさんがあのこの、広島限定ロールバーンではあるものの、あのですねあかりさんがお昼のバージョン、朝かお昼かで、私がこの夜のバージョンっていうのをくださって、イメージがやっぱねこう、まあ私あんまり天真爛漫とかそっち系じゃないので夜っていうイメージがあったのかなとか思いつつ、で私も確かにって思いながらであかりさんめっちゃ確かに太陽っぽいよなと思って、そうイメージしてねくださったっていうのがねまた嬉しかったですね。はい、まああのしばらくはね多分まだ開封はできないんですけれど、いずれ使わせていただこうかなと思ってます。ありがとうございます。でですねこっちのカードが開けてみてくださいっておっしゃってたんですけれど、これそう最初数字の1かなと思ったら英語ですって言ってたから、 I だとしたら I love you とかかなとか思うんですけど、 I love you、 いやでもどうかな、あー違った、もう違ったL じゃない、 IN in、 あ待って待って、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、in my、 in my room、 なるほど
I love you じゃなかったちょっと恥ずかしい、なんか選べるのかな、これとこれとこれみたいな感じで、すごいびっくりした、ありがとうございます。インマイルームの、これは飾るべきでしょう、なんか吊るすべきでしょう、よくあの朝紐みたいなのでぐーっと飾れるあれあるじゃないですか、あれでいいでしょう、ありがとうございます。これは使っちゃもったいねえぜよ、スクラップブックに貼るのもちょっともったいないな、よいしょ、はい、こんな感じでね、よいしょ、ドルバーンとインマイルームっていうのをね組み合わせた活版印刷のメモと、あとお手紙とお酒ですね。でこれちょっとね近くで見たらね、見えますか、うさぎさんがねいっぱい入ってるんですよ。そう、それだけ伝えたかった、めっちゃ可愛い、はいという感じです、ありがとうございました。はい、お次なんですけれど、こちらお手紙とかいろいろいただきました、ありがとうございます。でですね、あのキッタのクリアでね止めてくれてますねそういうとこ見るんかいって、ちょっとあの別に読むわけじゃないんですけど、これがねあの確かねルピシアっていうね紅茶のお店の品なんですけれど、チョコレートと紅茶のセットギフトを見つけたので手帳タイムのお供にどうかなと思いましたっていうことで、であとインクがあのその方の地元の文具店の平山万年堂でいいのかな、平に山、はい、のオリジナルインクと一緒にお送りしますということで、はい、ちょっとね開けて見てみたいと思うんですけれど、はい、インクがね青森エバーグリーンって書いてますね。で中身がね、おーすごい、こちらはねちょっと今は試し書きがさっとできないんで、あの私が毎月発行しているレターを最近はちょっとアナログでやっているので、またこちらのねインク使わせていただいてで書いてみようかなと思ってます、なのでちょっと今は試し書きできないんですけれど、ありがとうございます、使わせていただきますっていうのと、こちらですね、紅茶とチョコレートのセットって書いてましたかね。ちょっとねシール切っちゃうのもったいないんですけれど、これはね多分難しいのでもうサクッといっちゃいますね。わすごい高級感があふれる、うわーちょっと待って、これ開けるの？開けないとだよね。なんかここでワンチャンめくれない。ああちょっと無理か。ああごめんなさい。ちょっと切ります。ああ結構ざっくりいってしまった。よいしょ。よいしょ。片方だけだと無理か。両面ですね。ちょっと待ってね。おお。一緒に味わうと互いの魅力がより引き立つお茶とチョコレートって書いてますね。あーおしゃれ、ユニオンジャックと、こちらがチョコレートですかね。今ちょっと食べるのもったいないのであれなんですけれど、こういったサイズ感、はい、ありがとうございます。これもあの手紙にね書いてた通り、また編集のお供にさせていただけたらと思います。これちょっと今開けちゃうとあれかな、香りとかが飛んじゃうかな、なので一旦ね一旦しまいます。よいしょ。そうちょうどねお茶飲み用にポットはね買ってたから、仮に茶葉だったとしてもいけるはい、っていった感じでお菓子とか手紙とかインクありがとうございました。よいしょ、ラストですね。はい、この100均でたまに見るピットの紙袋、100均に売ってましたよね確か。そうそうそう、であの私が最近紙袋とか使ってロルバーンの表紙作ったりするから、あのこれ活用してくれると思ってって言いながら渡してくれました。また作らないとでこちらはですねもう出しちゃいますよ。もうね袋からねこれが覗いた瞬間ね、あ切ったやと思って、であの手帳とか文房具好きとか、まあ、あるあるだと思うんですけど、シールはねいくらあってもねその大量に使えるというか引け目なく使える、なくなったらどうしようって考えず使えるので、もう同じものだろうと違うものだろうともらったら嬉しいですよね。で多分ねこれね両方持ってないんですよ、まあ、持ってたら持ってたで使うんですけど、こっちは絶対持ってない、このシリーズ私まだ買ったことないので、でこっちが多分持ってない、持ってたとしてもたくさん使うということで、はい、あの
ありがとうございますいやー嬉しい。で、あとこちらがねめちゃくちゃ綺麗ですよね、ノート。そう、あのツイッターの方でこちらね、ライフのノート見てたは見てたんですけど、あのなかなか出会う機会もないし買う機会もなかったので、見送っていた中であの購入してお渡ししてくださったっていうことでね、めちゃくちゃ綺麗なグリーンで、であの近くでこう見ると光が当たるとね、表紙がすごいキラキラして光を反射するタイプの表紙ですね。表紙ってか文字ですね。活版でいいのかな、これも。でここがね、まあ、ザラッと、そうそうそう、ツルじゃなくてザラッてした感じで、で紙のねこう和紙っぽい感じを表現してるのかなと思ってて、で中は、まあ、ライフの安定のクリーム色ですね。クリーム色の方眼で、今私がそのポケットサイズ系を結構外では使っているので、英語っていうのは多分あの日記とかそういった類になるのかなとか思ったりなかったりなので、もうちょっとね今すぐ参加、私のその一軍に参加するっていうわけではないですけれど、またあの多分いろんな波が来ると思うから、システム手帳だったりポケットサイズだったりで大きいのと使いたいなっていう欲だったり来ると思うので、またその時に活躍していただきたいなと思っております。ありがとうございます。はい、という感じで今回はあのいろんな差し入れとか、あとサードチャンネルのお祝いということで、くださったりとかありがとうございました。こちらの動画がねちょっとでもね良かったよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録高評価していただけますと嬉しいです。ハッシュタグイマルミンというのがございまして、そちらの方であのインマイルームのこととかだったり、あと文房具のこととか、まああのいろんなこと交流の場にしていただけたらと思っておりますので、よかったらお気軽にお使いください。あとあのサブスクリプション関係は概要欄の方にございますし、チャンネル、サードチャンネルとかサブチャンネルとか、そちらの方も登録していただけますと嬉しいです。はい、という感じで、まああの本当気持ちを伝えていただけるだけでも嬉しいし、あと昨日だったら公演の後にインマイルームのことをねこう愛というかちょっとねそういったものを伝えてもらったりとか、応援してますっていうコメントをいただいたりとかして、またねやる気が出てきていますので、まああの気張らずゆるゆるとではございますけれど頑張っていこうと思ってますので、またよろしくお願いいたします。というわけでね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いできることを楽しみにしています。ではでは。